ハローロックン、お元気ですか？アルディーズコレクションミュージアムの中村です。今回もですね、当館の所蔵品の中から一つ、皆様にご紹介したいと思います。今回はザ・ビートルズです。これどうよ、イエスタデーの赤版オデオンです。そして、上は、ポールの、書いた詩と、ポール・マッカートニーの写真ですね。そしてここにサイン、これは印刷ですけれども、もう本当はレコードとジャケットとレコードだけで、額に入れてもいいんですけれども、これだけだとちょっと寂しいので、あえてこう詩と、写真を一緒に、して額に入れました。イエスタデイというのはもちろん名曲中の名曲で、ギネスにも載って世界で最もカバーされている曲ということでギネスに載ってます。それぐらいの有名な曲で、もちろんタイガースもカバーしております。タイガースのカバーはね、なんとサリーが歌ってるんですよ。一徳さんが2013年ですね、やった時も岸辺四郎さんが歌ってくれました。名曲です、イエスタデイ。ポール・マッカートニーね、これ全部作ったんですけども、ビートルズのすごいところっていうのはやっぱりこれ本当はプロデューサーはポールにソウル出したらどうだっていう提案したらしいんですね。ところがそれはいや、これはビートルズで出すんだと、言って、それで他のメンバー3人も OK してっていうのは、その広さ、心の広さというか、それがビートルズは何でもありっていうのをここで一気に証明したような感じがするんですね。だからそれがまたビートルズの広がりというか、まあ深さになって、どんな曲を出してもビートルズで出すという、ことが決まっていったような気がします。だからもうロックスかというとジャンルにとらわれないね、曲作りと、いうことはどんどんなされていって、ビートルズの幅がどんどん広がっていったというきっかけになったような曲だと思ってます。ですのでぜひ名曲です。オリジナルもぜひ一度は聴いてみてください。ということで今回は簡単ですけども、ビートルズのイエスタデーご紹介をいたしました。またよかったら見てください。またね、いつもありがとう。ありがとうね。